えり鈴木氏は、日本の武家の一つ。伊豆鈴木氏とも。本生は、小積氏。家系は、小積氏の流れを組む、藤城鈴木氏の主流の一族。伊豆国に下校した、鈴木茂友を初代とし、足利氏密に招かれて、伊豆、相模国の船大将を務めた。後に、ご法上氏に属して、伊豆のえりご家村を支配した。通詞は、茂。えり鈴木氏は、 藤代鈴木氏当主、鈴木茂曽の長男である、鈴木茂友を初代とし、伊豆国を本拠としたため伊豆鈴木氏とも呼ばれた。藤代鈴木氏は、日本初期、古事記にも記される穂積氏を本姓とし、藤代神社の社家として続いた名門。平安時代後期の藤代鈴木氏当主で、源義経に最後まで従い衣川間で、奮戦した武将、鈴木茂への光栄が、 鈴木茂友である。元寇元年、五代醐天皇が鎌倉幕府倒幕の旗を挙げたとき、茂友は鎌倉幕府十四代執権の北条高時の命により、熊野に来た森吉新王と戦ったが、鎌倉幕府は倒れて窮地に陥り、剣務三年、家臣ら三十四名を率いて、海路で伊豆国に下校し、大瀬崎から上陸して、 田方郡氷里村に立てこもった。その後、五代醐天皇の剣務の申請が崩壊すると、本拠の木の国藤城に戻った。しかし、官能二年、重友は、足利高氏と弟の足利忠義が争った、薩田峠の戦いで忠義派について敗れ、再び、伊豆江里村に逃れて以降、この地に定住し、江里鈴木氏の初代となった。また、重友は、 えりの大瀬神社で祭祀に勤しんだとされる。重友の老頭には、四天皇と称された渡辺氏、加藤氏、武氏、秋津氏という豪の者の,のほか、木島法院という山伏などがいた。重友はもともと、鈴木茂友と名乗っていたが、伊豆えりに下ると、茂の字を用いて、重友と名乗り、藤代鈴木氏の当主は、弟の数ずは継いだ。重友は、 その後鎌倉久保の足利元氏に帰属し、関東関領の上杉範明から襟村の領有権を認められた。伊豆正欄によると、常時六年には足利氏光に招かれて、伊豆、相模国の船大将を命じられ、東国における室町幕府水軍の総大将となった。茂友は後に足利氏光から鎌倉に呼ばれ、配下の木島氏と鬼洗いの指揮を行った。また、 鎌倉久保に招かれて、伊豆エリ村に下ったのは、重友の子、重行の代とも言われる。エリ・鈴木氏は後にエリ村のほか、久し両、足保、古う、立保を含めた、エリ五家村を支配するようになり、北伊豆随一の有力部門へと成長していった。菩提寺の子ウラインは、鈴木茂城の三世とされる、鈴木茂号の階層と伝えられる。大瀬崎の空中写真。 鈴木茂友が上陸し、最初に館を築いた場所とされる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成名王2年、伊豆に、北条総運が進行してくると、当主の鈴木茂州は堀越久保から離れて、いち早く長谷山寺、堀越久保、足利茶々丸攻めに参加した。その後は、 後北条支配下の伊豆水軍を率いる武将の一人として、伊豆州二十一夜の一つに数えられた。また、エリー鈴木文書に、その後不入司祭者、総雲寺殿様寸州石脇御座公寺より、サルアとあり、総雲の伊豆打ち入り前後の中説により、エリ号が不入の特権を得ている。エリウライン回帰鈴木氏歴正法明録によると、明王七年に発生した。 明王地震の際、江里村にも津波が押し寄せて、多くの諸人が海底に沈み、江里鈴木氏の形図と財宝は、家屋と共に流されたと記録されている。また、この津波で、鈴木茂州の娘が両目を患ったため、高浦院の薬師如来に回復を祈ったところ完全に治癒したとされる。茂州の娘婿である、鈴木茂朝は、 天文24年の第二次川中島の戦いに、武田方として参戦しており、武田信玄から感情を賜っている。小田原州所領役長によると、重町は川越州として江里村に百貫分の所領を与えられていた。重町の三男、鈴木重貞は、北条宇政から不審戦の取り押さえ、他国戦の改めなど、 駿河湾沿岸警備について頻品と指令を受けていたことが、エリ・鈴木家文書に残っており、川越城うさぐるわに屋敷があったとされる。天正18年、豊臣秀吉が御法上氏を攻めた小田原征伐で、エリ・鈴木氏は御法上氏に従って戦った。しかし、茂町の次男、茂政が、ニラ山城で戦死、茂町の長男、茂光の子、 シゲオサムも小田原城で戦死した。鈴木茂治の弟である、鈴木茂氏は家臣らと道の区国ぬかの部分、くずま村小谷瀬に落ち着き、小谷瀬、鈴木家の祖となった。静岡県沼津市、西浦エリには、エリ鈴木市歴代の館跡、鈴木市館がある。ありがとうございます。